今年の夏も暑かったね。うんうんうん。いやもうそろそろ断熱がしっかりしたお家に引っ越したいんだよね。あのね、そんなにすぐに諦めたらダメですよ。うん、もっと頑張らないと。諦めたらダメです。断念、それ断念。私が言ったの断熱、断熱。ああ残念でしたね、断熱。いやいや、あのね、それあなたがぶっちぎりです。断トツ、それ断トツ。あ、私が言ってるのだから断熱。そんなとこに引っ越したらやかましいで。談話室、それ談話室。私が言ってるのは断熱、断熱ね、断熱。すごい早くなったね。断熱ね。あ、断熱。南さん、荻窪さん、マスターの話はいつも噛み合わないです。助けてください。でもだんだんのぞみちゃんの返しは早くなってきて、早い、むちゃくちゃ早いですよ。はい、番組始まった頃とは段違いでございます。いや、南さんにものぞみちゃんにも参った僕。ちょっと一刀両断みたいな。まあ冗談はここまでにしましてね、はい、のぞみちゃんが言っていたように毎年どんどん暑くなってきていますし、かといってほら冬はちゃんと寒いし、うん、もうどうしたもんだ。高台に夏住宅に住みたいですよ ね。住宅って本当大事で、大事。断熱対策がしっかり取られている住宅ってね、うん、やっぱり外気の影響が受けにくい、まあ、少ないんですよ、うん、だから一年中快適に過ごしやすいんですよね、はい、で実際例えばですね、こう家作りで重視していることのランキングは何ですかっていうものなどもあるらしいんですが、はい、それによりますとね、近年は耐震性もそうなんですけども、うん、断熱性、これもやっぱり上位に来るんですって。そうですか、うん、さあ今回のビズラボは高断熱住宅をローコストで建てることができる住宅構造用パネルを製造販売しているリアルウッド建材株式会社をご紹介します。さあそして荻窪さんに詳しく教えてもらうビズラボは、こちらはですね、ビズラボとも大きく関係はしてるんですけども、はい、来年以降に新築住宅にですね、うん、高断熱化が国の法律で義務付けられることになっています。おや、うん、なのでそれに関連する大切なワードとして断熱等級についてご説明したいんですね。はい、なるほど。今までなかった切り口ですよね。そうね、面白いと思いますよ。こういう切り口、はい、ご期待ください、うん、滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、今週もたっぷりとお楽しみください。番組は熱くお届けしてまいります。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回ご紹介するのはリアルウッド建材株式会社です。断熱性に優れ、住宅建築現場の手間を省く先進のパネル工法を追求した住まいづくりに貢献しています。その取り組みを取材しました。ご覧ください。甲賀市土山町におよそ5000坪の工場を構えるリアルウッド建材株式会社。木造住宅の建築部材である構造用断熱パネルの設計、製造、販売を行っています。代表を務めるのは創業者でもある谷口慎太郎さん。まあ、当初はこう屋根と壁を作る会社でスタートさせたんですけれども、まあ、その後、まあ、パネルの方に今から20年ぐらいですかね、前に取り組むようになりまして、まだその当時はパネルっていうのもほぼほぼ全国的に、まあ、まだメジャーではなかったんですけれども、耐震パネルとあと断熱パネルのこの2種類を、まあ、主に壁ですけれども作っておりまして、それに付随して床パネル、そして屋根パネル、天井パネルとかを作ったりしております。ではそのパネルを使ってどのように住宅を建てていくのでしょうか。柱と梁の間に入れていくというイメージが一番近いかなと思います。で、まあ、それによって在来軸組工法の場合は筋交いというものでこう家の強度を保つんですけれども、
そのパネルにすることによって面でその力を受けるということになるんで、まあ、筋交い工法よりは強いという家になりますね、はい。こちらはリアルウッド建材が製造した構造用断熱パネルで建設中のモデルハウス。パネル工法のメリットを現場監督の荒木さんに伺いました。省力化、あとはその工期の短縮ですね。で、昨今やっぱり、職人さん不足というのは言われてますんで、まあ高齢化も進んでますし、施工者の育成という部分もちょっと遅れている部分がありますんで、やっぱりどん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 人が少なくなっている中で、省力化が図れているというところが最大のメリットかなというふうに思います。従来の工法と比較すると、パネル工法では工程が大きく省略され、人手も削減することができるんです。このモデルハウスも床などの基礎工事を終えた状態からリアルウッド建材の工場で生産したパネルを現場で手早くスムーズに取り付けていき、たった1日で30坪2階建てモデルハウスが立ち上がりました。このように工期の短縮、人手の削減以外にもパネルを使った住宅建築には大きなメリットがあると谷口社長は話します。パネルで作った一つの、まあ、最大のメリットは、全てが工場品質であるっていうのと、現場での施工がほぼありません。ですから、まあ、品質に関しては全て、担保されている建物となります。床の構造、壁の構造、あと、まあ、屋根天井の構造までが全て工場で作られているので、職人さんの腕に頼らない、一定の品質を保ったパネルを、まあ、科学的に作れているというのがすごい利点だというふうに思います。木造パネル工法向けの工場としては西日本でも最大級の規模を誇るリアルウッド建材土山工場では、図面に合わせたオーダー設計から製造、納品まで一貫システムで対応しています。パネルを、完全に工業化して、機械化で CAD と連動して、まあ、機械と一体化させて高品質なパネルを作っているところが特徴となっております。他社さんは、まあ、人海戦術でやられているところがあるんですけども、うちは機械化を進めることで、まあ、少人数での製作を可能にしております。カットであったりとか釘を打ち付けるっていうところが自動になってますので、まあ、品質が圧倒的に上がったのではないかなと思います。お客様に喜んでいただけることが一番ですので、まあ、求めていらっしゃる仕様であったり、形状っていうところをやっぱりできるだけ反映できるようにして、やっぱり、貢献できるようにしていきたいなとは思います。こちらはオーダーに合わせてパネルの設計図などを作成している最年少社員の末吉さん。一応パネルを図面に書いて、それをデータに全部入れて、それを工場に回して、そのデータで加工してもらうって形ですね。パネルを設計して、でそれが実際にスムーズに工事も進んだりして問題なく動いていくと、やっぱやりがいを感じますね。リアルウッド建材が誇る工場設備と高い技術力によって、次世代の構造用断熱パネルを生み出しました。それがこちらの D パネルです。その特徴とは、まず使用している断熱材っていうのが、今ある断熱材の中で一番高性能な断熱材を使用しておりまして、まあ、それを使用するだけではなくて、厚みを二重に持たせて、まあ、通常、まあ、大体60ミリとか70ミリぐらいの、厚くてもそれぐらいの厚みの断熱材を使うことが多いんですけども、今回この D パネルは、その倍以上の150ミリっていう厚みを、持たせて、こう断熱性能を、上げているというようなパネル商品になります。現段階で、まあ、最高断熱等級の7等級をこれを使っていただくことで、実現できるといった商品になります。まあ、この方法で7等級が取れるパネルで、今販売しているのは、まあ、全国でうちだけだと思います、はい。
先ほど紹介したモデルハウスも実はこの D パネルで作られた最高断熱等級7を誇る高断熱住宅なんです。今日本 その住宅の中で今4等級断熱というのが一般的な断熱になってまして、それが2020年度までは一番断熱性能に優れた住宅だったんですけども、今国の指導もありまして最高ランクが7等級というふうになってます。だからこれも今まだされている工務店さんも少ないですし、住宅会社さんも少ないです。ですから断熱でコントロールできるっていうのがパネルのいいところだと思います。断熱等級は数字が大きければ大きいほど外気の影響を受けにくい、つまりその家の断熱性能が高いことを意味しますが、高断熱住宅の必要性はどんなところにあるのでしょうか。やっぱり日本の気候が変わりすぎましたですよね。やっぱり夏は酷暑で、それも夏の期間がずっと長くなって、その中で、昔の家っていうのは軒が深くて、今でいうところの隙間風が多く入る家でしたけれども、風通しが良いという、逆に言えばそういう中で、我々は過ごしてきて、季節的にもいい気候で過ごしてたんですけど、今はやっぱり夏が長くてその暑さが異常で、で冬は冬でまた急激に寒くなるとか、こういう異常気象が続いてきている中で、やっぱりその家が快適じゃなくなっていったっていうのが、一番じゃないかなと思うんです。もともとこういう高断熱の家っていうのは東北とか北海道の方では昔からあったんですけれども、この関西っていうところではやっぱり全然認知度も低かったんですけど、やっぱりこれだけ暑くて熱中症、家の中でも熱中症になる時代ですから、やっぱりこの温度をコントロールするっていうのは非常に大事な要因だと思います。昔の土蔵の蔵とかがそうなんですけども、大体年中通して15度から、16度ぐらいの間でこう温度が保たれる、そこには土壁を30センチぐらい塗ったりとかしてるんですけれども、で屋根にも30センチぐらいの土が乗ったりとか、そういうなんでその温度が一定であるっていう、それを目指しているというのは実際あります。でそれが今科学で断熱の性能も上がってきてますし、今後は真空断熱とかいうのもあって、それを使うともっとこう薄くできるんですけれども、そういうものを活用していって、でそれとその家の中にあるその空気の温度、これをうまいこと使ってそのお金をかけずに温度調整をする、要するにエアコンのいらない家っていうのが最終目標になりますかね。リアルウッド建材ではパネル作成時に出た端材も有効活用しているそうで、こういうウッドパネル、これも実際買われたらすごい平米5万円とか6万円とかするような材料になるんですけど、こういった端材を利用することによって安価に、で、そして衣装性もこれいろんな形で作れるんで、ですからそういうのを利用して、あんまり量は作れないんですけれども、パネルを買っていただいたお客さんには、こういうのも合わせて販売していこうとか、やっぱりこう自然感じれますし温かみもあるので、やっぱり木っていうのは和ましてくれる材料でいいと好評はいただいてますね、はい。さらにリアルウッド建材ではこんな製品も、こちらの商品はコンテナハウス、弊社で作ってる移動可能な建物なんですけど、ちょうど2トントラックで運べるようなサイズになってます。でこの壁自体にも断熱材、断熱等級でいうと4等級相当の断熱材が使われてますので、もちろんこの中で作業とか、あとは今最近地震とかリスクが大きくなってきている中で、地震が起こってしまった時の一時避難場所としても使っていただけるように開発した商品になります。住宅構造用断熱パネルから高断熱コンテナハウスまで、さまざまな製品を手掛けるリアルウッド建材株式会社、谷口社長に今後の展望を伺いました。やっぱり日本古来のこの軸組み工法をの中でいかに断熱性能や気密性能をそれもその取り付けるだけでできるパネルにするかっていうのがこれからの課題と、あとはやっぱりできるだけ工場で作って、木造住宅でありながら工場で出荷して現場で備えるって終わりみたいな、
まあ、ユニットハウス、今でいうユニットハウスですかね、まあ、これから 3D プリンターも出てきて、まあ、いろんなこう建物 の構造も変わるんだとは思うんですけれども、やっぱり木の良さっていうのはやっぱり木造でしか味わえないと思うんで、そこをやっぱり軸組み工法にこだわったパネルをこれからも続けて開発していきたいというふうに思っております。そのいかにやっぱり合理的な工法、そしてそのやっぱり現場で施工するのではなく、やっぱり工場品質で、作ったものをお客さんの元に届けるという、そこがやっぱり一番やっぱり目指すところですね。リアルウッド建材株式会社、いかがでした？はい、今はいろんな業界で起こっていることなんですけれども、当然だからこそ建築業界でも起こっていること、はい、これって職人さんの人手不足、うん、それから高年齢化ですね、こういったの課題があるじゃないですか、はい、なのでリアルウッド建材さんが作っているパネルを使った工法ってあれもう劇的に工期が短くなるじゃないですか、ね、なんでもう人手不足解消するはずですよね。そうです、すごい理にかなってます、工期が短くなると当然人件費のカットにもつながるので、結果ローコストで高断熱住宅が建てられるっていうのはこれ魅力的ですよね、はい、ただでさえ今現場の負担って重くなってますから、この負担が軽くなるだけじゃなくて、私たち消費者も嬉しいですよね、はい、ですから、まあ、これこそまさにウィンウィンなんでしょうね、両方とも喜ばしいことだと思いますから。そうですね、いやいいな、そして高断熱住宅は快適な暮らしっていうだけじゃなくて、夏の熱中症ですとか寒さによるヒートショックを防ぐためにも重要ですよね。はい、高齢者の熱中症っていうのがですね、はい、半分以上ご家庭の中、まあ、つまり自宅の中で起こっていると言われているんですね、はい、でそれに関連してヒートショックが原因とですね推定されている入浴中の死亡者の数、これまあ高年齢者の方が増えているっていう事情もあるんでしょうが、はい、それでもね11年で 1.7 倍に拡大しているそうなんです。はい、ですから自宅って本当に重要でして、はい、お住まいというのは人の命と健康に関わりますから、今後もですね高断熱の住宅の必要性って感じますよね。そうですね、そして環境にも優しいでしょ。そう、ローコストで家族が健やかな日々を過ごせる住まいを作れる、それ素晴らしいと思いますし、それを支える企業としてこれからも一生懸命頑張っていただきたいし、これがもはやスタンダードになってくるかもしれないですよ。あ、なるんでしょうね。滋賀から世界へ、いや夢が広がります。以上ビズラボでした。ここからは荻窪さんにさまざまな経済ワードを解説いただくビズログです。さて今回はこちら、断熱等級です。はい、今回のビズラボでご紹介しましたリアルウッド建材さんの VTR の中でも少し紹介されていたんですよね、はい、で今新築住宅の取得、それから建築などを検討されている皆様におかれましては、はい、来年にも基準が義務化されたりする大切なのワードなので、ちょっと詳しくご紹介したいんですよ、はい、リアルウッド建材株式会社さんは断熱等級7のモデルハウスを建設されていましたけど、はい、そもそもですよ、この断熱等級って何ぞやっていうところからお願いします。なんかね、分かりやすい言葉なんですよ。分かりにくい難しいワードなんでしょうね、はい、この断熱等級っていうのは、2000年に施行されました、私たちは品格法っての略して言ってる法律があるんですね、はい、これ正式名称は住宅の品質確保の促進などに関する法律という名称が添えられているわけなんですが、その法律の中で定められているですね、住宅の断熱性能を示す指標、はい、これが断熱等級なんですよ、はい、でこの断熱等級というのは当初は違ったんですが、現在ではですねご覧の7等級に区分されています、はい、まあ、年を追うごとに増えていった結果になります。でこの図をですねご覧いただくともう分かると思うんですが、数字が大きいほど断熱の等級が高いわけなんですね。これは言い換えると熱の出入りが少ないんですよ、それだけ。なるほど、ということを表してますね。細かく区分されているんですね、はい、でさっき荻窪さんが来年にも基準が義務化されるって言ってましたけれども、何が義務化されるんですか。はい、現在ですね7つの等級に区分されているんですが、はい、2025年以降、つまり来年以降ですね、こうなります、はい、
はい、まず2025年、これ来年はですね、これ義務化決まっていまして、はい、等級4以上というのがですね、新築住宅で求められるようになるんですね、はい、でさらに2030年にはまだこれ予定なんですが、うん、一つ上の等級5以上が義務化される予定となっているんですね。ちょ、はい、義務化されるスピード早くないですか。早いですね。これね、いた仕方がないんですけれども、はい、まあ、やっぱり私たち今気候変動をすごく意識するようになってますね、でその中でカーボンニュートラルっていう言葉があるんですね、うん、これ CO2 の実質排出ゼロ、うん、という時代ですね、向かっていかなくちゃいけないので、そこに向かっていくためにはこれぐらいのスピード感で私たちが、ね、省エネとか環境に対して向かっていかなくちゃいけないということですね、で住宅の与える影響がすごく大きいので、まあ、こういうスピード感が大事なんだろうということだと思います。はい、先生、はい、家の断熱性能が高くなるとどうしてカーボンニュートラルの実現につながるんですか。荻窪先生の答えです。はい、はい、これはですね、省エネですね。はい、南さん、いい質問でした。はい、これは高い省エネ効果っていうのがですね、求められるからってことなんですね、うん、こちらちょっとご覧いただきたいんですが、はい、一般的にではあるんですけれども、ご覧のような省エネ効果があると言われていまして、例えば等級4から等級5になります。1段階上がるだけで、はい、およそ 20% の省エネの効果があると言われていますし、はい、今一番高い等級のですね、4から7に向かいますと、もうほぼ半分ぐらいですよね、およそ 40% の省エネ効果があると言われているんです。あ、いいとこ気づきました、はい、家の断熱性能が高くなると光熱費が安くなるっていうことですね。正解です、はい、嬉しいこと、はい、ちょっと私のポーズが合ってるかさておきですよ。おっしゃる通りです。はい、これ、ね、断熱性能がやっぱり高いほど、はい、外気の温度の影響が受けにくいっていう話はちょっとしたと思うんですよね、はい、まあ、つまり熱の出入りが少なくなるということは、うん、例えば、まあ、夏場の暑いですが、うん、エアコンの設定温度が緩かったとしても一年中快適に過ごすことができるわけですから、うん、当然省エネになりますよね、はい、すると、まあ、節約とか節電効果が高くなるから、うん、まあ、今ですね、エアコン自体の省エネ効果が高いわけなんですが、うん、そもそも住宅お住まいの断熱効果が高いという非常に大きな影響を与えるということですね。そうですね、今年の夏も本当に暑かったですからね、はい、うち犬飼ってるんで、うん、もうほぼ24時間エアコンつけっぱなしやったら8月の電気代がまあ恐ろしいことになりましたから、はい、そうですよね。まあ新築住宅は来年断熱等級を4以上というのが義務化されるということなんですが、だいぶ前に家を建てた方がこの話聞いたら、うちも断熱性を高くしたいっていう人多そうですよ。はい、そういう方々のためにですね、やっぱり国ですとか今地方公共団体自体がこういう時代なんで、はい、皆さんを後押ししてるんですよ。で例えば滋賀県の場合でしたら、断熱改修をすると、これ補助金 の最大上限額というのが決まっていまして、はい、120万、補助率っていうのも決まってはいるんですが、最大120万円の補助金が出ることなどがあります。もちろん国もやってますから、こういったことをきっかけにですね、興味のある方は調べていただいて、ぜひ断熱改修ですね、これもしていただければいいんじゃないかなと思いますよね。光熱費が安くなるのはもちろんなんですが、地球温暖化の問題はもう待ったなしですからね、うん、ご自宅で断熱性能を高めるこの機会に考えてみてはいかがでしょうか。以上、ビズログでした。いかがでしたか。滋賀経済ナウ、ビズラボでは高断熱住宅をローコストで建てることができる住宅用構造パネルを製造販売しているリアルウッド建材株式会社をご紹介しました、はい、高断熱住宅を建てることが義務化される時代になってるんですよね、はい、なのでリアルウッド建材さんの、まあ、作られているです、ね、パネルを使った工法っていうのは確実にニーズがあるんですよ、はい、こういう企業に頑張っていただきたいですね、うん、そうですね。のぞみちゃんはいかがでしたか。いや、もう私本当に暑いのも寒いのも苦手すぎるので、もう最高断熱等級7のお家に住みたいので、マスター荻窪さん、よろしくお願いします。お家引っ越したいです。ちょっとどういうことですか。お願いします。んイエスって答えたらこれまずいパターンですよ。はい、はい、うかつ日本人したら、はい、さてここで琵琶湖放送からお知らせです。中小企業の経営課題に立ち向かう未来競争カンファレンスを10月15日火曜日、ホテルボストンプラザ草津琵琶湖で開催します。平和堂の平松正史社長の基調講演や各分野のトップランナーの方々に講師として参加いただきます。
応募多数の場合は抽選、参加費は無料です。詳しくは琵琶湖放送のホームページをご覧ください。では最後にマスター、はい、ビシッと決めてちょうだい。あ、はい、断熱とかけまして、はい、私マスターのファン心理と解けます。その心はなかなか熱が上がりませんってね。まあ私のファンなんてそんなもんですよ。いてるのかいてないのかも知らない。おじさんとか多いしね。いいじゃないですか、同性に好かれるの素晴らしいことよ。まあ私は少なくとも大熱ですけどね。そうですか。いやなんか恥ずかしい。滋賀経済の、はい、次回もどうぞお楽しみに。